ステージ1、脱出。あ、もう脱出できるのかな？いいじゃないか。なるほど。じゃあもう本当に佳境になってきてるってことなんだね。警察に伝えられることは伝えた。これで助けてもらえるだろうか。どうなんでしょう。情報少なかったけどな。南はすぐそこまで来ているはずだ。ピンク色のスマートフォンはポケットの中に隠しておこう。大体なんでスマートフォンが置かれてたんだろうね。それもちょっと気になるよな。本当に警察に繋がったのかみたいなところもね。なんか疑問が残るところではあるが。扉が開いて、顔暗い。 あなたが電話で話をしていた人ですか？でもこの声はこの子から出ているってことでいいのかな？そういう解釈で。そうです。そうですよ。よかった。あ、笑った。私です。かわいいね。北野めぐみです。めぐみちゃん、助けに来ました。ありがとう。プールで見つけた鍵を持ってきました。ありがとう。これであなたの足かせを外すことができればいいのですが。できるかな。試してみますね。足元失礼します。みなみちゃんは？みなみちゃんはどこにいるの？外れた？あ、開きました。やった。あなたの足かせが外れましたよ。いいじゃない。これでここから出られますね。出られるね。みなみはどうした？それがここに来る途中ではぐれてしまって見当たらないんです。本当に。みなみさん、どこに行ってしまったんでしょうか？ちょっとわからないですね。探した方がいいですよね。事情は説明できないが、みなみを探す必要がない。みなみが犯人だ。早く逃げよう。電話は繋がっているわけだから、ここでまだ犯人だっていうことを言うのは得策ではない。話す必要はないぞ。どういうことですか？詳しくは話せないんですよ、ね、それで納得してくれんの？わかりました。あなたを信じます。どんだけ信じてくれるんじゃい。とにかくここから早く脱出しないといけないですね。確かに。私たちがいるのは校舎の4階になります。あ、4階までまた戻ってきたんだ。この校舎の階段は全部塞がれていて、4階から下の階へは行けないようになっているんです。なるほど。この校舎を一番奥まで進むと渡り廊下があります、はい、その渡り廊下を渡ってもう一つの校舎に行くことができます。さっき言ってたところだね。もう一つの校舎は階段を使って1階まで降りることができます、うん、なるほど。そこから出口を見つけて脱出しましょう。ありました。進んでいこう。もう一つの校舎の1階までたどり着きましたね。早っ。行けるんかい。すぐ行ったな。そのなんか渡るところのなんかちょっと恐怖感とか味わいたかったけど、あと車椅子理論も試したかったけどな。こちら側の校舎の廊下を一番奥まで行くと、うん、プールに繋がっていたんです。なるほど。廊下の途中に玄関口があったんです、うんうん、きっとその玄関口から出られるはずですよ。なるほどね。おっと、これは、なるほど。進んでいけばいいのかな。わあ、自分で今度は進むのか。怖いなあ。調べるとかはでもできないからね。どんどん進んでいいのかしら。やだやだ。あ、出口じゃん。あ、玄関口です。やったぞ。扉は開いていますね。外へ出れますよ。出られるぞ。出られるかな、本当に。あ、来るの？あ、外出た。やりましたね。いいじゃん。外へ出れました。なんかあっさりと出てしまったよ。本当によかったです。よかったね。怖かったですけど、二人で脱出できて本当によかったです。まあ、それは良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あなたがいてくれて、あなたと電話で話すことで勇気をもらいました。あ、こちらこそ。きっと、一人だったら心が折れていたと思います。わかるよ。あなたのおかげです。本当に、本当にありがとうございました。どういたしまして。あれ？あれ？ん？どういうことだこれは。終わってしまったぞ。あー、何？急に電話上がってきた。これ出ないでもいい？出ない。ダメだ。これみなみちゃんがかけてんのかな。なんで出たのよーっつって。出ない。ダメだ。わかりましたよ。もしもし。脱出成功おめでとう。はい、ありがとうございます。なんもなかったぞ。と
言いたいところだけ だけれど、あなたはルールを破った。ルールその2、あなたは一人ではこの建物を脱出することができない。はい。あなたと同じく、この建物内に監禁された人間がもう一人いる。その人間を助け出し、必ず二人で脱出すること。はい。二人で脱出しろというルールだったのに、どうして一人で脱出してしまったのかしら。何その怖い話。え？二人で脱出した？何何何笑うとんねん。何笑うとんねん。あなたの隣にいる彼女は、あなたと同じように、監禁されていたかしら。あ、彼女は協力者であって、監禁された人間ではない。ああ、これ。丁寧に協力者と監禁された人間と分けてあげたのに、あなたは監禁された人間を助け出し、二人で脱出することができなかった。ああ、なるほどね。いや、一応僕もね、そうなんじゃないかなって最初の、動画の最初の方では言ってましたけどね。残念ね。さようなら。あら。あららららららら。でも別に俺は無事に脱出できたけどな。それじゃああかんの？わ、すげえ怖い顔で笑ってる。そういうわけですよ。はい。あなたはルールを破った。あららら。僕の考えるゲームはいつも楽しい。あらららららそんな、ああ、そんな顔しちゃう？まだわかってないんですか？そんな顔しちゃうの？僕の協力者であり、はい。あなたを監禁した側の人間。なるほど。残念ですけど、あなたはここまでです。ここまでです。ゲームオーバーなんです。あ、ナイフを取り出し、ああ、刺された。人生で二度目の刺されるやつになった。そんなこと言われてもなぁ、バッドエンドクリア。あなたの鬼畜度とかも出るんだ。鬼畜度ってのはなんか、この野郎バカ野郎、バカ野郎この野郎って言ってると上がってくのかな。これ上がるといいことあんのかね。あー、この顔なんかもうすげえ腹立ってきたな。じゃあ続きからやりましょうか。まあ、ここまで来ましたが、どうしたんですか？早く外へ出ましょう。てんてんてん。このまま外へ出てしまって本当にいいのか？何か大切なことを見落としているような。何か大切なことを見落としているような？動画広告を見て、あ、違う違う違う、ヒントはいらないです。あ、これもセーブだから違います。一応じゃあセーブしておこう。森です。あなたのルールを確認したい。わかりました。はぁ、あ、はぁ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 。なるほど。連絡を取ることができるのは、こちらが用意した協力者だっけ。南から提示された7つのルール。監禁された人間、協力者。これは、北の恵みを指していると考えられるが、わざわざ別の言い方をしているのはなぜだ？少し状況を整理したいな。お困りですか？森、こんな機能はやはりあるのか、整理したいです。どうでしょうか。それでは通話記録を確認してみてはいかがでしょうか。ここまでですか。これまでずいぶん長い間電話されていましたよね。どうでしょうか。相手の言葉はすべて記録されています。通話記録を再生するので、それで整理をしてみてください。ほうほうほう。なるほど。こんなことができるのか。記録再生開始。フォキコ。ルールその2。うん。あなたは一人ではこの建物を脱出することができない。うん。あなたと同じく、この建物内に監禁された人間がもう一人いる、うん、その人間を助け出し必ず二人で脱出すること。まあここだよね。ルールその3。おそらく ルールその6。お、これは何ですか？森です。状況を整理することに関連しそうな記録を再生しました。通話記録を再生した場合、相手の発信に対して呼びかけボタンをタップすると、その発言に対して思考する決定キーとなります。電話の通話記録が再生された。これで状況を整理することができる。気になる発言があれば呼びかけボタンをタップしてみよう。まあ、これです。あなたと同じく。ヘイヘイ。監禁された人間、協力者。もうこの辺はもう分かっちゃってるからね。なぜと言われても。私が見ているものを、うん、あなたは見ることができない。うん、私が発した言葉を耳にし、
理解し、あ、あのプールのところで言ってたやつか。でもそれが根本から間違っていたとしたら、うん、私が本当のことを話さないだけで全てが破綻するの。ねえ、電話の声ってとても不確かなものだと思わない？うん。電話の声を理解しようとし信じる、これってとても危険なことだと思うの。どう？少しは勉強になった？もう鈍いわね。電話の声を鵜呑みにしてるといつか痛い目に遭うってことよ。覚えておいてね。なるほど。まあ、これかな。もう、これも何かのヒントなのか？あ、どんどん進んでいくな。鍵には金属製のプレートがついていて、鍵には金属製のプレート、解き放つための鍵と書いてあります。うん。これってあなたの足かせを外すための鍵じゃないですか？よかったです。なるほどね。これであなたを助けることができました。はいはいはい。すぐにそちらへ向かいますね。なぜ足かせと知っていたのか問題ね。はい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 。見たことないんじゃないのって。これって、足かせ見たことないんじゃないのって。あれ、あなたはどこにいるんでしょうか。あ、いや、足かせの話はしてたもんね。そうだわ。北野恵は監禁場所が分からず南に道案内されてきたはず。それなのに南と途中ではぐれた。どうやって一人で監禁場所までたどり着いてんだ。まあそこにいるわって言われたかもしれないけどね。ちょっと顔怖いんだよ。一人でどうやって監禁場所までたどり着いたんだい。それは、あ、電話かな。突然鳴り響く携帯電話の着信音。自分のものではないか、ないと思ったが、先ほど拾ったピンクのスマートフォンの存在を思い出した。どうやらピンクのスマートフォンが発信しているらしい。電話には出ませんよ。ダメだー。はい。警察本部の西大寺だ。西大寺。やっと話せたな。今は話せる状況なのか。いや、話せない状況なんですけど。今、君の居場所を特定しかかっているところだ。特定しかかっている状況。もう少し頑張ってくれ。特定したかしてないかじゃないの？大事なのは。それと、君が言っていた北野恵だが、昨日から行方不明だそうだ。あららららら。捜索願いが出ていた。なるほど。両足が不自由なため、普段は車椅子で生活をしていて、両足が親子さんがかなり心配しているそうだ。なるほど。君は、ってことは北野めぐみと一緒にいるのか。いや。彼女は無事なのか。北野めぐみとは一緒にいないですね。ああ。おい、くそ、電波が悪いらしいな。電波妨害だ。意味がおかしくなるよ。ぷーぷーふー。どうしたんですか？そんな怖い顔して。今俺が電話をしていたことには何もないの？君は、お前は誰だ？正体を表せ。お前は誰だ？あー、また怖い顔になったよ。あー、どんどん怖い顔になってくよ。あー、笑とる。何この顔。なんだ、バレちゃったんですか？バレとるぞ。あと少しだったのか。最初からバレとるぞ。あー、ちょっとでも可愛い口するね。ミミってどういう関係なんだ？お前は誰なんだ？ミナミとどういう関係なんだ？あの子はね、お友達ですよ。なるほど。私をいろいろな楽しいゲームに招待してくれるんです。なるほど、なるほど。うふふ。ルールその2。うん。あなたは一人ではこの建物を脱出することができない。うん。あなたと同じく、この建物内に監禁された人間がもう一人いる。うん。その人間を助け出し、必ず二人で脱出すること。なるほど。ルールその4。あなたの足かせを外すための鍵は、この建物内のどこかにある、はい、協力者に鍵を探してもらえ、はい、協力者には音声通話のみ可能な携帯電話が支給されている、うん、私はあの子の協力者であり監禁された人間ではない。なるほどね。つまり本当に助けなければいけない北野恵はまだこの小学校のどこかに監禁されているってことですよ。なるほど。ゲームのルールはまだ生きてます。あなたは本物の人の恵みを助け出し、ここを二人で脱出しなければならない。違う人に電話してるところを多分見られていると思うんですけど、そこは大丈夫なのかな。
間違って私と脱出していればこのままゲームオーバーだったのに。大丈夫、一回味わってるから。絶対に騙せる自信あったんだけどな。分かってる上に刺してるからな、お前俺のこと。土壇場で気がつくなんてめんどくさいだけですよ。何よ、あ、え、結局刺しちゃうの？バレてしまったから全力で防弾しますね。なんで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 、間違えてないのに刺しに来たらそれはもう暴力だよダメだって、急に趣旨変わっちゃうじゃん。どうすればいいんだろう、戦うのかな。ステージ中に逃走、逃げるのか。ナイフ、ナイフやー、とにかく逃げないと。逃げるんですか。あー助けていいですよ、鬼ごっこしますよ。何この子、急にじゃん。はあ、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 で、電話をしていた相手が北野めぐみじゃなかったなんて。はあ、はあ、本物を見つけないと。はあ、はあ、はあ、どこにいるのか見当もつかないよ。聞き耳を立てる、隠れることはできた、本物の北の恵みを見つけるための方法を考えてみよう。じっとしてるといずれは見つかってしまうから定期的に聞き耳を立てて追っ手との距離を確認し、近くなったら場所を移動しよう。なるほど、聞き耳ボタンはタップしている間、あたりのものに対して注意深く耳を澄ます。追っ手の声が大きくなってきたら移動しよう。なるほど。まだ何も聞こえない。探そう、その間に。どこに行ったんですか？やばい、近いぞ。逃げろ。見つからないな。隠れても無駄。ちょっと遠いね。どこに向かって進めばいいのか全然わからない。あ、戻ってきちゃった。わあ、見つかったよー。進めば。なんだよー。ちょっとよくわからなかったぞ。何すればいいんだ。この状態で Siri を起動し、通話記録を再生かな。はいはいはい。私をこんなところに監禁して犯罪ですよ。わかりました、あなたの話を聞きます。お互い今の状況を話し合いましょう、うんうん、私も気づけば一番最初だよ、ね、見知らぬ女子トイレに閉じ込められていて、見知らぬ女子トイレに閉じ込められて外に出ることができないんです、うんうん、あ、私の名前は北野めぐみと言います。大学2年生です、うんうん、あなたを助けるために鍵を探してみようと思うんですが、うんうん、それでは私の今の状況を説明してみるので、何か分かったことや気になることがあれば教えてもらえますか。はあ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 。通話記録が再生された。偽物の北野めぐみはこの学校内を歩き回っていた。状況説明の中に本物の北野めぐみの居場所を突き止める手がかりがあるかもしれない。手がかりがになりそうな発言があれば呼びかけボタンをタップしてみよう。ただ通話記録の再生ばかりに気を取られていると追っ手が近づいてきていることに気がつかない。定期的に聞き耳を立てながら通話記録を再生しよう。ああなるほど、結構忙しそうだな。じゃあちょっととりあえず閉じて、あーちょっと近いな。逃げろ逃げろ。また近いぞ、まだ聞こえるぞ。隠れても、あ、なんかまだ近いぞ。どこだ、やめて。あ、ここ聞こえないぞ。よし、うーん、他にも今私は女子トイレにいます。女子トイレか。古い木造であちこちが傷んでいて気味が悪いです、うんうん、洗面台はサビやカビがひどくて匂いもちょっと、うん、3つ目の個室の壁には赤いペンキのようなもので種の起源と書かれています。種の起源が出版された1859年が正解だったんですか、うん、南京錠が開いたので女子トイレから出れそうです。扉を開けてみますね。女子トイレは関係なさそうだけどな。今思ったのが、あ、とりあえずちょっと待って、あ、声が近い、逃げろー。あれだけの、あー近いよ、逃げろー。あー逃げろー。よし、聞こえなくなった。冷蔵庫と車椅子、使われなかった冷蔵庫がすごい怪しい気がするんですけど、
教室に入りました。状況説明しますね。あと教室の窓ガラスはほとんどが割れています。いや、教室は関係ないな。冷蔵庫は家庭科室。廊下の防火扉が閉まっていて、人体模型が使われなかったやつか。人体模型も関係ないと思うんだよな。音楽室に入りました。音楽室。状況説明しますね。音楽室も関係ないんじゃないかな。鍵盤の蓋は閉まっています。あとギターがあったりするね。これも関係ないな多分な。ちょっといっぱい聞いたけど、ここで、あーちょっと待って、やばい、近いよ、逃げろ。よし、聞こえなくなった。音楽室じゃない、家庭科室。これだ。廊下の左側に教室があるんですが、うん、少し教室で休憩してもいいですか。休憩の時か。私大学で犯罪心理学を勉強しているんです。犯罪心理学を勉強。だからちょっとは力になれるはずです、うん、家庭科室に入りました。はいはいはい。早速状況説明しますね。これはガスコンロか。あ、火がつきました、うん、ガスは来てるんですね。とても大きな冷蔵庫ですね。これだ、冷蔵庫のガタガタ音。5番。とても大きな。5番は気になりますよ。家庭科室の業務用冷蔵庫。とても大きな冷蔵庫ですね、うん、冷蔵庫の扉は開かないですね。中を見ることはできないみたいです。え、音、何がですか。なるほど、何も聞こえないですけど、これはやはり何かがあるのかな。はん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 。家庭科室に着いたぞ。業務用冷蔵庫ありました。開けられるかな。ここから物音がしていたということは、本物の北の恵はこの中に監禁されているのではないでしょうか。冷蔵庫の扉は何か引っかかっているのか開かない。あー、偽物の北の恵がそういった高校をどこかで入手していたはずだ。バールのようなものを入手したのは図書室。うん、どこに行ったんですか。やばい、近い、逃げろ。出てきてくださいよ。逃げろーい。どこに行ったんですか。近いよー、やだよー。よし、図書室で捨てたはず、バールのようなもの。図書室に来ました。またちょっととりあえずこれスキップしちゃって、最後の方じゃないか。バールは重いので、これだ。このままバール捨ててったぞ、あいつ知ってるぞ。バールは重いので、うん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 、このまま図書室に置いていきますね。バール図書室に置いてある、よし。図書室に着いたぞ。バールはどこにある。しかし暗いはずなのによく見えるな。ここ懐中電灯ないと暗くて見えねえっつってたけど、実際はあれなのかな、暗いっつうのも嘘なのかな。だから月明かりがうんぬんとかも嘘なのかな。どっちが本当なのかが分かんないんだよね。これは見えてるっていうことでいいのかな。嘘ついてたよっていうことで。さあ開けられるかな。こじ開けるぞ。うわー、びっくりしちゃうよ。むしろびっくりするよ。こんな子だったんだ。はあ。君の名は北の恵みだな。そうですけど。助けに来た。死にたくなかったら一緒に来い。助けに来たぞ。あなた誰ですか。なんでこんなこと。助けに来たぞ。詳しく話してる時間がない。自分は味方だ、心配しないで。自分は味方だ、心配しないで。本当なんですか。あなたは、一体。とにかく逃げよう。早く一緒に来て。とにかく逃げよう。ちょっと待ってください。そうですよね。車椅子が必要なんだよね。私、動けないんです。私、足が不自由で、歩いたりできないんです。なるほど。普段は、車椅子で生活をしていて。車椅子を持ってこなきゃいけないんだな。
車椅子は渡り廊下だね。車椅子、なんとかなりそうなんですか？なんとかなると思いますが、この子は北野めぐみちゃんで会ってんのかな？もう何も信じられないぞ。必ず戻ってきてくださいね。はぁ、はい。ちょっといろんなものが信じられなくなってきたが、やばいやばい、近い近い近い、逃げろー。どこですか？どこです？ずっと探してるね。あの子もほんと探すのど下手くそなんだな。次は渡り廊下、これだ。渡り廊下、車椅子はどの辺で行ってるかな。渡り廊下は真ん中のあたりで崩れてしまっていて、渡り廊下のこちら側なんですが、うん、隅の方に車椅子が置いてありますね。車椅子あったぞ。ん？渡り廊下のこちら側なんですが、隅の方に車椅子が置いてありますね。比較的新しい車椅子のようですが。これだ、車椅子の場所。渡り廊下に車椅子があるし、行ってみよう。こうやって行ってみようの時にも見つからないっていう緑色のやつだったんだ。なるほど。車椅子あったぞ。あ、渡り廊下ってこんな感じになってたんだね。二つ重なってる、ちゃんと。俺の理論が正しいかどうかもやってみようぜ。つけられるぞ。車輪に何か引っかかって。何？ワイヤーロックがついている。これじゃ動かせない。あれれれれ。上級説明になかったぞ。4桁の数字を入れることで、ワイヤーロックが開く。また4桁かーい。4桁の数字ってなんだろう。あ、何？なんで電話？これは、みなみちゃんからだね。みなみちゃん。ちゃんとルールの意味を理解できたんだ。すごいね。すごいでしょ。やっぱり、あなたって面白い。そうだろ。あ、電池がもうないよ。何？そんなに焦ってどうしたの？ああ。車椅子のワイヤーロック？そうです。暗証番号が知りたいの？知りたい。教えて。どうしようかな。お願い。暗証番号教えてあげてもいいけど。教えてよ。私にちゃんとお願いできたら。お願い？教えてあげる。お願いします。教えてください。お前なんかに頼まない。まあ頭下げとこうか。教えてくれるかもしんないしね、ヒントを。お願いします。教えてください。お願い。そうそう、そうやって素直になればいいの。お願いしますよ。ワイヤーロックの4桁の暗証番号。はい。答えはね、うん、女子トイレの南京錠と同じ番号よ。女子トイレの南京錠は種の起源で開いたやつだよね。そのまま答えを教えてくれると思った？そこまで甘くないわ。いやもうほぼ答え教えてもらってますけど。優秀なあなたなら暗証番号を覚えているわよね。覚えている。それじゃ頑張って。覚えてはいないけどな。覚えてはいないけど携帯を使えば大丈夫だけどな。種の起源1859。やばい、近い。でも185 9よし。ああ、ほぼ答え教えてくれたな。優しいな。やったー、ステージ12逃走クリア。やりましたです。ああ、これでじゃあもう間もないんだね。おそらく。じゃあ、ちょっと今日はこの辺にしておこうかな。なるほど。楽しくなってきましたよ。どうなることやら。果たしてあの北野めぐみちゃんは本当に北野めぐみちゃんなんでしょうか。そして西大寺さんの運命やいかに。